突撃まあ散歩突撃まあ散歩イエーイナッシュルでーす。ナッシュルでーす。はい、ねね久しぶり。いやいや忙しかった。音楽で忙しかった。絶対違う。え、噂によるとなんか山肉持ってくるイノシシとか。あーなわけないだろ。なわけない。はい、久しぶりです、ね、ございます、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日はここは浦添市のやっそ踊り、やっそ。で、中の人はあんまりわからないんですけど、浦添の人からしたらやっそっていうのは歓楽街じゃないですか。飲み屋のスナックもまあ一応あったりとか。最近結構ね、あのディープらしいよ。やっぱそうですよね。やっその、あと噂によるとなんかヤギが美味しいみたいなお店があったりとか。いいじゃん。そう、何ヤギ鳴き声対決します。寝てない。これ助けてって言ってる。今このやり。え、そう。じゃあ、迎えたらちょっとヤギの真似してみて。嘘でしょ。違うか。それ鶏だと思うよ。いや、そんなのいい。ちょっと、ヤギ汁にしないで。今日はさ、ここに天ぷら屋さん。あ、天ぷら屋さん。うまそうな天ぷら屋さんがあるということで。こちら。お、天ぷら50円って大きく書いてますけど。まあ、はい、ヤフソ天ぷら屋さんですね。ちょ、許可を取ってきてください。あ、あ、そうだな、許可を。そうだ、じゃあ OK が出るかちょっと、はい、行ってみましょう。はい、はい、すいません。まるー、なんか盛り上がってましたね。結構ね、あれだよ、ビッグワンよく、ね、行ってる方です。で、飴玉買ったからね、この飴玉って、デージョーシーデージョーシーで、ビッグワンで買ったものを自慢された石見店長です。はい、はい、行きましょう。というわけで、OK です。はい、行きましょう。はい、行きましょう。突撃まあ散歩。今日ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、なんともちろん天ぷらが並んでおります。え、皆さん全部同じ値段ですか。でも前はさ、20円で。衝撃的。60年ぐらいやってるからこの店。あ、本当に。いやいや、60年やってるんだったらもうちょっと値段上げた方がいいんじゃないですか。え、それ60円ぐらい。年ごとに1円上がっていく。そう、10円上げていこう。全部50円ってすごくないですか。別に1個ぐらい、なんかほら、これがちょっと仕入れね、ちょっと大変だから60円、70円にしようかな、がないってことですよ。やっていけるの。すごいすごい。やっていけるの。選びましょう。え、すいません、全部食べていいですか。というか一つですよ、このおにぎりもめちゃくちゃ。本当だ、これ。え、海鮮って書いてある。ジューシーですよね。うん、イカとかも。あ、あと、新鮮なイカとかも。めっちゃうまいやつじゃん、これ100円って。めっちゃ美味しそう。え、ちょっと安すぎるから、右から左から全部買ってもいいないかい。この値段、これ迷う値段じゃないでしょ。全部これ。じゃ、すいません、1個ずつ一旦いただいていいですか。よろしくお願いします。うわ、やば。突撃まあ散歩。さあ、というわけで、まあお店の中ですけど、ハチ公、ハチ公だから、もう見てごらん、ハチ公だから。そして、まあ毎回ね、今回買ったのがこういう感じですね。熱いよ。いかん、これ、いかん。もう食べて。食べます。うん、私から。うん、また野菜や。また野菜や。いかん、おいしい。なんていうの。いや、まず持って、衣めっちゃうまい。衣が大事だよ。やっぱり沖縄の天ぷらってね、衣がね、フリッターみたいな。大事。ね、そう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 。フリッターみたいな。ちょっとじゃあこれを。もずちゃんを、うん、うわ、こういう感じでもずちゃんを切ってください。はい、どうぞ。あ、いただきます。あ、ちこ来ない。いただきます。大丈夫、これもう行っちゃう、行っちゃう。天才、天才だこれ。ん、うわ、あおりうまちょっとすごいよ、このさ、衣の味付けのしっかった最高じゃない。微妙な塩加減、めっちゃ美味しい。沖縄の天ぷらってほら、衣がぶつかってね、分厚いんだけど、そんなに今でも分厚くないね。そう、素材がすごく生きてるっていうの。うわー、きれい。あー、もうなんか、絶対うまいやつ。いきましょう。じゃあ、
好きな味だこれ。またあれですね、芋は芋で、衣とのバランスがね、うん、あ、やっぱり芋は衣変えてだって違うもん、味が。そうなんだ、やっぱりね。あ、芋の甘さが引き立つよ、ちゃんと。甘さが引き立つね。あ、私気になってるんですけど、これ割っていただいていいですか。あ、これか。はい、僕はあの割る担当ですのでね、はい、割りたん割りたんね、はい、いただきますこれね。はい、これ感じで。いや、これもめっちゃ野菜入ってるよ。ほら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 、すごい。人参も入ってるし、うん、これすごい。玉ねぎね、うん、玉ねぎと、うわ、もうちょっともう早速かけてみて。はい、うまいでしょ。おいしい。何この甘さ。あ、玉ねぎの甘さが上がってくるのかな。玉ねぎが甘いからね。美味しいよ。うん、何このバランス。これ50円だろ。おかしいよ、うん、いやこれ会社のおにぎりか。会社のおにぎりあるんだ。だってただのもうなんか、うん、なんか見た目がジューシーって思ったら、お母さんもなんかこれイカも入って、ただのイカ1個じゃない、ね、種類じゃないよ。なんか燻製のイカも入って。いや、燻製のイカってどんだけよ。あれでしょ、あのイカくんっていうやつでしょ。イカくん、おい、訳すな、訳すな。いやいや、言うんだしね、イカくんってね。行きましょう、行きましょう。あ、言ってます。あ、これね、うん、これね、イカくんでしょ、これ。あ、本当だ。もう絶対燻製、これ。うわ、これちくわじゃないよな。出た。うまって、ししみ。おい、こら。めっちゃうまい。本当だ、本当に。もう食べない方がいい、食べない方がいいよ。なんでやねん。持ち帰ろう。あるし。なんか初めて食べた。ガスがうまい。これジューシーではないんだ、本当にね、うん、ジューシーのようだけど、うん、違う。味濃くして具もいっぱい、うん、そう、味が濃いのと、でなんか海鮮系の、うん、高めのお店の最後の釜飯に出てくる美味しい出汁の炊き込みご飯。そうなの、想像できる。炊き込みちゃいけないでしょ。ねえねえ、わからん。あ、わかるよ。美味しいね。さあ、そしてこちらチキンカツね、これの一口サイズの。はい、どうぞ。大事にいきましょう。県産わかる。これ大事。県産わかる。いやいやいや、これだよ。行きましょう、はい、もうこんな感じでカリッと上がってる、うん、行きます、せーの、まあさん、まあさん。ちょっと待って、すいません、一つ言ってさ、このおにぎり100円とこれ、うん、これ、うん、これだったらもう普通にご飯終わるよ。ご飯、そう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 、これで軽くね、うん、人気メニューじゃないですか、こっちで。これすぐに切れると思うよ、これで250円って。うわ、めっちゃうまい。めっちゃ美味しい。あとなんかこうサクサク感やばいですね。やばいよな。うん。うまっ。うまい。私ね、生姜が気になってたんですよ、先生。はい。うん、あら、ちょっとなんかおしゃれ。おしゃれ。おしゃれ。合ってる。頭につけてもいいかなみたいな。おい。見てください、うん。玉ねぎもしっかり、紅生姜だけじゃなく。あ、本当だ。めっちゃうまそう。いきましょう。いただきます。いただきます。うん。あ、これいいな。玉ねぎの甘みがね。そう、甘みとね、このビールだわ、ビール。そっからさ、マッチング。まあ、さあ。合ってないな。はい、これ、これ、私、沖縄そばに死に、紅生姜いるわけ。これ、沖縄そばの上に乗ってた。沖縄そばの上に乗ってた。これ、いけるなと思った。いけるよ。めっちゃ。めっちゃうまい。毎日買いたい。もう、それしか言えない。突撃マーサンポ。はい、パチー。やったー。どうもごちそうさまでした。いや、ちょっと待ってください、うん、もうこれ、うん、もう満足っていう言葉しか出ない。めっちゃうまかった。もうコスパ最高じゃん。教えん方がいいんじゃない、これいっぱい来たら儲かるの。こんなもう逆に赤字にならんかなと思って見て、あ、来ました来ました、早く来なさい。あ、嬉しいね。あ、これね、急に清峰店長がいるからじゃないんだけど、ビッグワンで70円ぐらいのキャンディーいっぱい入る。ちょっと待って待って待って。ビッグワンで昨日マジで買ってきた。4つ買ってきて4袋欲しくて。え？これこれどう？こういうやつもあるんだけど、こういうやつこんだけしかないからあげない。あげないあげない。ちょっと待って。あげないのいちいち言うわけ？これがあと1袋あるから。じゃあ
待って待って、本当に美味しいっすってこれ。マジですか？こんなに押されたら店長食べて、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ2個ずつ、ありがとう、はい、うちのどうぞ。ありがとうございます。これみんな買った方がいい。マジか、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 ココナッツです。本当に美味しい、これ一旦行きましょう。ほい、本当にミルクっぽい色で、あ、ココナッツ、美味しい。でしょ、なんか買いだめしたの分かるでしょ。分かる。店長、自社商品でしょ、自分たちの。美味しい。ちょっと見た方がいいよ。さあ、じゃあ今日ね、はい、本当に美味しかったです。お天ぷらもね、はい、あ、ありがとうございます。普通だったら沖縄の天ぷらって、はい、ウスターソースをかけたりして食べたりするんですけど、はい、うん、すげえけどね、もうしっかり味がついてるから、何もいらない。車で食べる人とかいるから。なるほど、いけます。そして冷めても美味しい、うん、今日はこんなね、ヤスオ天ぷらに、はい、マーサンポステッカーを差し上げたいと思います、はいはい、もしよかったら、はい、これね、こう目立つところにちょっと、ね、はい、貼ってもらえたら。わかりました、ありがとうございます。差し上げます、はい、はい、大きい方がいい。あ、そうです。ワカグワしてる。ワカグワしてる。すぐワカズくすぎます。ありがとうございます。はい、はい、というわけで、はい、今日はね、ヤクソにある天ぷら屋さん、はい、こちらの天ぷら屋さん、はい、ちょっと入ったらすぐわかるからね、はい、踊り沿いなんでね、踊り沿いで、はい、ぜひ遊びに来てください。いや、本当にいろんなのあるから、最強コスパ、はい、最強コスパです。もう本当ありがとうございました。美味しかった。チャンネルの登録もね、はい、コメントもあったらすごく嬉しいです、はい、よろしくお願いします。